皆さんこんばんは、モダンタイムス店長のヒロです。こんばんは。今日お昼はですね、笑っていいちょもというイベントでございました。主催の高町でございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。そして今日、あ、聞こえた聞こえた言いました、言いました。そう、そして今日ね、ゲストで出てきました、はい、出ていただきました、自己紹介お願いします。はい、京都で活動しておりますゆうのです。今日はゆうのさん、ゆうのさん、ゆうの、藤井お笑い芸人です。藤井もやしです。ありがとうございます。もやしさん、なんなん、なんかおもろかった。なんなん、使う、もう使う、流行らす、流行らす、使いやすくてしょうがないですね。なんなん、なんだ高さがまたいいですよ。高さが、なんだ、めっちゃうまい。そう、まあ笑っていいと思うね。もう7回目ということで、はいはい、そうですね、ね、まあお笑いと音楽の融合みたいな感じで、はい、うん、今そんな流れになってますね。やってますけども、はい、まあいわゆるいいちょもですよ、ね、いわゆる皆さんのご存知のいいちょもやってるだけです、ね、何もおかしなことないです、はい、どうですか。もう今日ね、だからまあ言ったらテレフォンなんとか、ね、テレフォンショッキング、ショッキングでですね、はい、紹介して紹介してっていうのゲストをね、こう招いてっていうことなので、はい、今日もね、あの前回の、あのゲストの方に紹介してもらったお二人なので、はい、初めましてなんですよね。そうです、僕も初めましてですね。どうでしたか、なんか初めましてでいきなりこんなね、なんかちょっと凝ったイベントというかね、かなり結構いろいろやらされてましたよね、あのなんかなんかとか、マンポケフリフリ、そうそう、はい、マンポケフリフリ、はい、フリフリコーナーありましたね。どうでしたか今日高町は。始まって僕はもう本当にいつもそうですけども助けられてるんです、こうできてくださる方に。あ、まあ、ですよね、本当にどんな人が来るか分からないけども、今のところはもう皆さんいい人、ね、これは間違いなく、いい、なんだ、なんだ、逆に言ってくれてる。大丈夫でした、本当にそれが気になるんですよ。俺大丈夫じゃなかった大丈夫すぎて、あ、ね、確かに初めて出たんですけど、なんかもうつながりやすすぎて、みんながなんかね、お客さんそういう空気ってあるじゃないですか、うん、それがすごく心地いい、あの、うん、半身浴してる気分、あ、じわじわこう温まってくる感じ、なんなの、めたくさん今じゃない、今じゃない。いや、そうですね、やっぱお客さんの顔を見てたら、うんうん、2人があの素晴らしいアーティストっていうのも分かりました。ああ、なるほど、やっぱりいいお客さんね、え、もうなんかもう大好きみたいな溢れてましたよね。そうですね、はい、もうなんか親戚のね、親戚だと思うお姉さんたちみたいな、ね、そんな感じですよね。もうあんたら頑張りやみたいな空気がもうあっさり出てましたよね。なんか頼むでみたいな、売れてやみたいなね、なんかね、本当にもうね、やっぱりでもやっぱりお客さんがいてくださってこそのそ、ね、我々ですのでね、なんかそのまあミュージシャンとかお笑い芸人さんとか私もお店やっててね、お客さんがいいんだったら本当にね続けられへんし、なんかそうやった人たちがこう応援して頑張れみたいな空気をね出してくれるからやられてるの で、 ほんまです、ね、で何よりやっぱりその空気ができるのはモダンタイムズさんでしかないんです。こんなイベントができるのはモダンタイムズさんしかないんです。いや、なんなん、まあ、本当に思うんですよ。空気でいてくださるからヒロさんが、ありがとうございます。そう、嬉しい、なんか私もまたね今日初めましてでしたけど、他に出会えてねすごい嬉しかったんで、またね機会があったらちょっといろいろ面白いことを一緒にやっていけたらいいなと思いますので、ね、これからもよろしくお願いします。本当にまたね、あ、なんかどこかでライブするとかのイベントするとかって告知あったりしますか。突然今振りました。そうです、僕じゃ、CM コーナー、 CM コーナー、毎月第3月曜は、新ネタをいっぱいするライブをやってまして、第4月曜はトークライブをやってるんです、はい、それが大阪の、みそのビルというところの、ナンバー白芸というところでやっております。もう毎月第3第4やってるんで、よかったらまた遊びに来てください。お願いします。ありがとうございます。ゆうのさんは、あと僕はですね、年末12月の20日ですね、同じビルのみそのユニバースの方 で、ね、先輩のツアーファイナルに呼んでいただきまして、ちょこっとそこで演奏演奏させていただきますので、また SNS とかでチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ちかちは僕はそう、それこそ11月19日でしたっけ、19モダンタイムさんミュージックパワーに出させていただきますんでその時もね、またちょっとトークイベントっていうか、はい、トークステーションみたいなことやりたいなと思いますので、楽しみです。でそれをしに行きます僕は。店長が出会う、店長が喋るんです。店長前接触するんですよ。そうなんですよ、本当に喋る好きやねん。どうぞ、なんだろう、その店長も 何がしたいって感じやろ。したいね、喋りたいね、喋りたいねということで、こんなイベントでございます。次回は、次回は2月の16、来年の2月16日ですね、はい、京都マラソンの時期でございます。またまたこの人走るかもしれません。知らないかもしれません。わざわざ楽しみにしていてください。はい、ということなので、はい、よかったらぜひ2月16日、そして他のね、お二人のイベントにもぜひね、皆さん足運んでいただきたいと思います。ということで、今日は笑っていいともでした。ありがとうございました。ありがとうございます。これ持たしてるの何なの？